祭り手作り甲冑武者行列井伊郡大将なり石田三成徳川家康公亡き者にせんと大坂城に挙兵とのことにて軍備怠らず途上着陣本日豊臣秀頼家臣福島正則池田正照浅野義長細川忠興黒田長政ほか神津家の国箕輪城軍の侍心を一致して着陣エスビック隊より八幡潟城三通路解体群馬甲冑愛好解体玉村町手作り甲冑愛好解体三郷町内各団体24体320名にて着刀のこと実践なりこたびの戦において大垣城に立てこもる西軍をおびき出し関ヶ原にて見事勝利をしてみせましょうよって権上九段のごとし平成30年10月28日長野成真役首藤和成えいえいおーえいえいおーえいえいおーありがとうございました。それでは近江の国飯の屋に生まれました。幼名は虎松。しかし徳川家の内通を疑われ父直親は今川家によって殺害されます。直政はその数年間菊間屋の浄土地三河蓬莱寺に身を隠しておりましたが直虎は家康に対面をいたしますと以後徳川家の下で井伊家最高の歩みを踏み出してまいりました。数々の合戦だけではなく政治外交面でも大活躍し天正18年8月神津家の国箕輪城に12万石の領主となり徳川家筆頭家臣の地位に上り詰めたのでございます。井伊郡と島津郡のこの合戦となっております。井伊郡というのはこの赤備内でございまして島津郡の方と申しますとこの青備内というようなところで合戦の火蓋が切られたわけでございますけども、いろいろとね子供たちも自由に動きながらやっているかと思いますけれどもね、さてこの結果どちらが勝つのでしょうかというようなところでございますんでしばしお楽しみくださいませ。
っていただければというようなところでございますけれども、さあこの合戦はどうなっていくかというようなところでございますけれども、序盤は西軍何匹たりとも許さん。これを聞いた井伊直政は敗残の将が何を言うか黙って首を置いていけがよい。徳川方うわっと島津軍に襲いかかってまいります。さあ徳川方がこれから襲いかかっていくというようなところになってございまして、これを島津方がどういうふうにやっていくかというところが見せ場となっております。それでは進め。頑張れ。さあもっと力入れてね。よし倒せ、頑張れ。子供たちの声援をこう受けまして、自らどういうふうにこう戦っていくかっていうようなところでございますけれどもね、相手の方が大柄でございます。これを倒すにはもうね力では勝てないわけでございますけれどもね、どういうふうに戦っていくかというようなところが見せ場でございます。すぐに立ち上がった。講談にも戦うセリフ回しというのがございまして、どういう風にやるかと申しますと、虚と見せては実と変わり、実と見せては虚と変わる。誠変化の早技は水に移れる月影の波のうねうねうねるに似たり、錦連れたるから獅子がボタンに来る。風情を表し衆参義号と手を砕き、おとらじ負けじと火花を散らし、陸中余合と戦ったり。まあ、こういうふうにやるわけでございますけれどもね。行きなさい。
まして、刀を持っている方々もいるので、やーやー我こそは長井民部成真長野信濃守成政の孫なりさぞや巧妙な武将と御受けそうすぜひ名を聞かせてくだされすると島津軍の将島津豊久つかつかと中央へとやってまいりますと我が名は島津豊久腕に自信があんなら打ち取って手柄にするがよいこうして決戦の火蓋が切られたのでございますところで吉野王子様さえ無事ならわしらの勝ちじゃたとえ何年かかろうとも島津の者は必ず徳川を滅ぼすであろうこう一言を言い残し島津豊久享年31歳この生涯を閉じたのでございますこれを見た直政は島津豊久を手厚く弔うように命じ逃げる軍の3回目の戦い
てまいります。ただいま E 軍と、そしてこの長寿院森厚との戦いになってございます。森厚は一人で戦っているというようなところでございますが、これは子供たちの忍者でございましょうか。今集まってまいりました。すごい側転がね行われておりますけど、これは何かの忍術かもしれないですね。殿、島津義弘の首でございます。おお、よくやった。喜んでおりました家臣たちでございましたが、その首をじっと見た井伊直政は、この者は島津家家老森厚のものである。それにしても島津には忠義者が多いことよ。こう言って森厚の首に手を合わせました。なおも逃げる島津軍に対して直政は、者どもかがれかがれかがれ、
談してまいります。なおも追撃をする井伊直政は、島津軍の兵士が街道沿いに点座してんのを見ますと、殿、あれは島津の捨て代わりでございます。鉄砲にパリと倒れ意識を失いかけた直政であったが、槍を左手に持ち直し鉄砲隊に向かって追撃してまいります。井伊直政は島津軍鉄砲隊を一騎打ちというような塩梅でございますが、鉄砲隊の方、そしてまた槍を持った者たちが出てまいりますものでございます。さあこの合戦どうなっていくことやら、島津軍鉄砲隊を破滅させたものの、かたや島津義平田は伊勢街道方面へ脱出に成功いたしました。者ども、西軍の残党を蹴散らしてくれようぞ。かかれ、かかれ、かかれ。おりますので、しっかりと心を置きなく戦っていただいていたと思います。まいりまして、直政様お味方の大勝利でございます。西軍の石田隊、浮田隊、小西隊、大谷隊は壊滅、毛利隊、長宗我部隊は戦線を離脱したとのことでございます。これを聞きました時に、こたびの大勝利は我ら E 軍と東軍の諸将が力を合わせて戦い抜くことができたからである。これからは武力だけではなく、皆で知恵を出し合って平和な世を作り上げていこうではないか。者ども、勝ち時をあり。えい、えい、おー、えい、えい、おー、えい、えい、おー。
して井伊直政は関ヶ原の戦いに勝利し、100年続く戦国の世を終止符を打ったのでございます。これにて箕輪城物語最後の城主井伊直政の一席読み終わりでございます。皆様方ご清聴誠にありがとうございました。